皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回は奈良県奈良市にあります元興寺をご紹介いたします。こちらのお寺の歴史ですが、今から約1400年前の飛鳥時代、日本最初の本格的なお寺飛鳥寺がその始まりです。それから時代が進み、都が平城京に移りまして、それに伴い飛鳥寺も元興寺と名前を変えて移りました。飛鳥寺というお寺は仏教を起こす拠点となり、それが大いに栄えるようにと願いを込められて宝光寺とも呼ばれていました。そして実際に宝光寺は仏教を広めた最初のお寺、元のお寺でしたので、元興寺はその名前を引き継いでいます。奈良時代の元興寺は近くにある東大寺や興福寺と並ぶ大きなお寺で、奈良で特に大きかった7つのお寺、なんと七大寺の一つに数えられていました。時代の変化や火災などの影響もあり、現在では当時の敷地のごく一部しか残っていませんが、その歴史の長さと役割、貴重な文化財も多数残っていることから世界遺産に指定されています。お寺の周りには奈良町と呼ばれる江戸時代の町並みが残っていますが、この奈良町は元興寺の敷地の後に作られていったエリアで、昔の元興寺の遺構や地名なども残っています。お寺が作られた当初は南大門と呼ばれる南向きの大きな門が正門でしたが、現在は東大寺から移築された東向きの門が元興寺の正門となっています。この門を抜けるとすぐ正面にメインのお堂、本堂が建っています。こちらは奈良時代の僧坊というお坊さんが生活していた建物を解体して鎌倉時代に建て直されたお堂で、奈良時代の木材も現役で使われている国宝の文化財です。奈良時代に元興寺のお坊さん、智光さんという方がこちらに住んでおられました。その智光さんが絵描きの方に極楽浄土、仏教の理想の世界を描いた絵を描いてもらいました。その絵のことを智光曼荼羅と呼びまして、それを祀ったこのお堂を極楽堂、または曼荼羅堂とも言います。ちなみにメインの仏様は曼荼羅に描かれている阿弥陀如来様です。次は本堂を向かって左のエリアに行ってみましょう。元興寺はお花も綺麗で、特に夏に咲く桔梗や秋の萩、彼岸花でよく知られます。進んでいきますと、左手に法輪館という元興寺の貴重な文化財が保管されている建物が建っています。中には仏様はもちろんですが、奈良時代に作られた国宝の五重塔などが保管されています。高さ 5.5 メートルほどと屋外に建てられる塔と比べると小さく、作られた当初から屋内で保管されていたそうで、非常にいい状態で残っています。奈良町の一角、西側に松濤院という元興寺の施設の跡が残っているんですが、昔は松濤堂というお堂があって、そこに五重松濤が祀られていたと言われています。松濤院はお寺の西側に位置しますが、それと対になる場所、東側には大きな五重塔の跡地が残っています。江戸時代の終わりまで残っていた、その塔の高さは興福寺の五重塔よりも高かったとされ、江戸時代の観光名所になっていたそうです。近くにあった民家の火災が原因で焼けてしまったそうですが、その五重塔の柱の土台、巨大な礎石が残っていて、当時の様子を想像することができます。元興寺や奈良町にいらっしゃった際は少し歩いて塔の跡も散策してみてください。またここに祀られていたとされる国宝の薬師如来様は現在奈良国立博物館で保管されています。次は本堂の裏側にある禅室という建物です。こちらも本堂と同じく奈良時代の僧坊を建て替えたもので、こちら禅室にはなんと法隆寺よりも古い部材、世界一古い木材が使われていることも確認されています。実は高野山で有名な空海さんも住んでいたことがあり、こちらで熱心に勉強されたと伝わっています。元興寺にはたくさんの見どころがありますが、中でも有名なのが本堂、禅室の屋根瓦です。上を見上げてみますと、色の異なる瓦が吹かれているんですが、これらの瓦は飛鳥時代や奈良時代など様々な時代の瓦が使われています。中には飛鳥寺が作られる時に焼かれた1400年以上前の瓦もあり、元興寺の古い歴史を感じさせてくれます。また瓦の吹き方が独特で、行基吹きという段々に重ねる現在では使われていない技法で吹かれている点も見どころの一つです。
元興寺は他にも地蔵信仰が残っていまして、たくさんのお地蔵さんや石の塔が並べられていたり、昔建っていた建物の礎石があったり、鬼の伝説があったりと写真が映えるスポットも点在しています。また夏の終わりには毎年地蔵へ満灯供養という素敵な行事が行われまして、暗闇の中に灯る柔らかい光は参拝客を癒しています。日本最古のお寺として活躍した世界遺産の元興寺にぜひご参拝にいらっしゃってください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。